テニスのプレイフォード国際、オーストラリア、プレイフォード、ハード、ATP チャレンジャーは24日にシングルス1回戦が行われ、予選勝者で世界ランク466位の高橋優介は第1シードで同68位のティー・コキナキス、オーストラリア、27対6、9対7、3から6、26の逆転で惜しくも敗れ、初戦敗退となった。 26歳の高橋は今大会、予選2試合を勝ち抜き本戦入り。本戦1回戦ではツアー大会で優勝経験もある第1シードのコキナキスと顔を合わせることとなった。1回戦の第1セット、高橋は第7ゲームでコキナキスに先にブレイクを許したものの、第10ゲームで相手のセットポイントを2本しのぎブレイクバックに成功する。 そのまま突入したタイブレークでは16と大きくリードを許したものの、ここから5ポイントを連取し追いつくと、逆転でこのセットを獲得する。第2セット、高橋はこのセットも第4ゲームで先にブレークを許し追いかける展開に。コキナキスのサービング・フォー・ザ・セットとなった第9ゲームでセットポイントを4本しのぐ粘りを見せたものの、 最後はコキナキスにフォアハンドのウィナーを決められ、セットオールに追いつかれる。迎えたファイナルセット、立ち上がりは両者キープしたものの、高橋は第4ゲームからコキナキスに一気に5ゲームを練習され、2時間29分で力尽き、第1シード撃破とはならなかった。勝利したコキナキスは2回戦で、同346位の B、ロック、ジンバブエ、と同361位の C オン。 香港、の勝者と対戦する。